そしてまさかのバチンキーの前でこの姿を晒すことになるんだな、ジガルで。この姿を見せることなく勝てるかなと思ったけど、そうはいかないと。てかな、ジガルデの HP が多いせいでか、宿り気ですげえ回復してんだよな。そこが問題だな。これがジガルデの真の姿。なんだけど、なんかすごいかっこ悪い変身の仕方だな、これ。進化前ポケモンの前で。まさか、この究極フォルムが、こんなお猿さんにピンチになるとは思わなかったな。はい、皆様、こんばんは。マグです。本日もポケモンのランクマッチの方をやっていきます。本日メインとして活躍していただくポケモンは、こちら、ジガルデですね。ポケモンあまり知らない方とか、アニメとか見られてない方は、なんだこのポケモンと思うかもしれないですが、まあ一応この子もポケモンなんですよ。XY&Z っていう、アニメのシリーズでは、ラストの方ほぼ主役級の扱いだった伝説のポケモンですね。タイプはドラゴンと地面で、優秀なんですけど氷が4倍弱点。そしてこの専用技サウザンアローがとても強くて、浮いてるポケモンにも当たる、つまり飛行タイプや浮遊を持ってる相手にも当たる地面技。それだけ聞くとチート性能なんですが、技の威力はまあそこそこ。まあちょっと配信で、マスターボール上げるまでお試しで使ってたんですけど、まあ悪くはないかなと。ただちょっと扱いが難しいかなっていう印象ですが、まあとりあえずやっていきましょう。はい、対戦お願いいたします。海洋がパーティーかで、バチンキーがなぜかいるんですよ。難しいね。とりあえずこれはオーロンゲから言っていいかも。で、ジガルデは絶対必要。エスバーンとかランドロスはジガルデが積むことができれば全然いいんだけど、その隙ができるかっていうところなんだよな。完全に海洋が用でハピナス行ってもいいかもしれない。オーロンゲ、ジガルデ、ハピナス。相手パーティーを変えないとね。前回のままだった。OK。はい、対戦お願いいたします。はい、初手はラグラージから。まあ、これは読み通りですね。そのためにオーロンゲを先頭に持ってきました。このオーロンゲは前の動画でも使ったことありますが、完全に、壁サポート型ではなく、アタッカー型の気合の助けですね。なんで、大概のオーロンゲはサポート型なので、攻撃してこないと思ってる方が多いと思うので、その不意をついていく方ですね。こういう時にかなり便利。ラグラージュを残しておくとね、後々厄介になるから、ここで突破しておきましょう。OK。無傷で一体を突破することができました。さあ、とは数の戦いになってくるが、バチンキー来た、バチンキー。こいつは謎なんだよな。どうしよう。宿り木の種とか打たれると面倒だよな。まあ、おそらくラストは海洋ガなんで、海洋ガだったら裏のハピナスを残しておいて全然いいんですよ。一回ここ電磁波打っとくか。確実に、ジガルデの身代わりを張れるように電磁波でスピードを落としておきます。これでバチンキーはどうかな。宿り木の種、まあ大体、まあ、某有名実況者の方が使われているのと同じ方だと思うんですけど、あとは身代わりとかあんのかな。そのあたりだな。まあ、身代わり残されると面倒だから、とりあえず攻撃しまくって退場するか。オーロンゲにはひたすら殴ってもらって、もしもバチンキーが身代わり持ってた時のための対処してもらって、お、これはラッキーかな。完全に速度を落とすためのそれだったけど、ていうかグラススライダー選んでるな、相手の人。身代わりとかは特にないと。オッケーオッケー。しかし、おそらく進化の奇跡、進化前ポケモンの耐久を上げる進化の奇跡を持ってるんだろうけど、やっぱり硬いな。オーロンゲって基本的にサポート型なんだけど、火力もそこそこあるポケモンなんだよ。そのオーロンゲの、攻撃をこれしか食らわないってことは、そこそこ耐久あるってことだよな。そしてこの火力、ガラスフィールドも相まって耐久型なのに火力が出るっていう。さあ、どうかな。
あのね、グラススライダーのダメージが思ったよりでかいのあるんだけど、ジガルデが、身代わりこれ残せるかなっていう状況。ただ、残せなくても、最悪パーフェクトフォルムになれればいいから。グラススライダー、まあ、これは耐えないな。いや、こう考えるとなかなか強いな、このバチンキ。結構ネタだと思ってたけど。割とやる。では、満を持して、ジガルデに行ってもらいましょう。プニちゃん。アニメではね、プニちゃんって、ユリカに呼ばれてて、すごい可愛がられてたけど、めちゃめちゃ泣けるシーンがあるんだよな。ぜひアニメ見ていただきたい。あの、ユリカのプニちゃんの歌のシーン。すごい泣けるから。とりあえずここは、手始めに身代わりから、宿り木の種を打たれると面倒なので、おそらく回復ソースが、宿り木に依存してると思うんですよ。おっと、トンボ返り。マジか。引かれるとは思ってなかったな。ランドか。海洋画を選んでないのか。じゃあ、ゼガヒデもこのジガルデで突破しないと、ハピナスが厳しいっていうことが分かったな。海洋が一点読みしすぎたか。まあ、ハピナスがいる時点で結構厳しいかなっていう判断だったのかな。まあ、とりあえずここから、トグロを巻いていって、耐久上げていきます。耐久力さえ上げれば、バチンキーも、ランドルスも怖くないと。ランドルスは飛行タイプが入ってて、本当は地面技効かないんだけど、このジガールデの専用技、サウザンアローはチート性能があって、浮いてるポケモンにも当たると。トグロ巻く。向こうの方が、早いんだな。危険助けを持ってる可能性高いな。そうだな、まあまあまあ、ここはトグロ巻いていきましょう、とりあえず。剣舞も持ってるのか、よろしくないね。剣舞を持ってるのはよろしくないな。トグロ巻いて、これで、相手の攻撃とこっちの防御トントンになりましたね。ただ相手の防御は上がってないんで、そこは有利なところ。一回身代わりで様子を見るか。大体ダイマー切ってくる可能性もあるな、でも、ここ。剣の前 OK。一回ここで身代わり残してたのがかなりでかくて。サウザンアローで殴ってっか。いや、身代わりがさ、威嚇効かないのがだいぶ偉いんだよね。だいたいこの身代わり張った状態にしとけばランドロスも怖くないから。じゃあサウザンアローで、定石通り。殴ってきた。まあ、身代わりはもう耐えられないよな。向こうの剣舞1回分多いから。サウザンアロー。オッケーオッケー、めちゃめちゃ入るな。これで、地面技も当たるようになりましたと。ここ、ダイマ切ってもいいかもしんない。仮にここをランドロスに、引かれたとしたら、サウザンアローも一回当てないと、ダイアースが当たらなくなるんだけど、その場合、剣舞がもうリセットされてて、トグロを巻く状態のジガルに勝てないから、防御が上がってるからね。ジガルデに勝てなくなるから、まあ、とりあえずここはダイアースで確実にやっていきましょう。相手の方もここをダイマックスする可能性高いので、オッケーオッケーオッケー、ダイマ切ってきた。まあ剣舞1回分多いとはいえ、ジガルデの耐久なんで多分耐えられると思うんですよ。ランドロス火力高いからな。普通の一般ポケモンだったら耐えられないだろうけど、ジガルデは耐えれるはず。まあ、ジガルデを信じよう。まあ、一回、ダイウォールとかで様子見にしてもよかったのかな。いや、でもそうすると、完全に逃げられるし。ここは、ダイアースで正解かな。さあ、プニちゃん。アニメのジガルデはこれぐらいの大きさだったけどな。これが本当のジガルデの大きさなんだけど。これよりもうちょっとでかかったか。さあ、お相手ダイアースから。さすがの耐久力。半分もいかない。相手は、サウザンアローデからもう飛行タイプを失っているので、ダイアースが入ると突破しますね。
いやこれだから地軽で強いんだよな。身代わり張ってトグロをマックするだけでから割と相手が物理アタッカーだけになった途端にほぼ詰ませることができる。でダイアースを打つことでから、特殊防御力も上がるから、ダイアース3回詰めれば大体の特殊アタッカーに対しても詰ませることができると。で耐久ポケモンの差がでか割と試合時間長くなりがちなんだけど、ただトグロを巻くが火力も上げてくれる技のおかげでから割と試合時間そんなにかからないんだよな。まあここはダイアース連打でいいかな。勝てー硬いな。さすがだね、宿りのため。まあこれは硬いけどトグロを巻く連打すればどうとでもなると思います。こっちは宿りの、種で吸収されるけどため残しで回復できるし、グラスフィールドのおかげでも回復するし、そんなにヤバくはない。加えて相手はまひってるからそのうちまひるってのもあるでしょ。結構回復されるな。まあダイヤスレンダーでいいか。お、守る持ってるのか。うんうん、グラススライダーなくなれば相手の攻撃打点もほぼなくなるんで、問題は畑トスがあるのかな。パチンキってそこだな。でまあ一回身代わり張りますか。でトグローム開いとけば身代わり相手は突破できなくなるから、でこれでパチンキ突破できずに終わるとかだったらやばいんだけど、普通の人だったらここで TOD とか仕掛けに行ってもいいんだろうけどな。僕はTOD したことないから時間の計算がわからんっていう。ここは身代わりするまでもないのかな。そうだ、ここ身代わりするか。ガスライダー、まあこんなもんですね。身代わりすることで、相手も身代わり壊すことができないから。そしてまさかのバチンキーの前でこの姿を晒すことになるんだな。ジガルでこの姿を見せることなく勝てるかなと思ったけど、そうはいかないと。てかな、ジガルデの HP が多いせいでか宿り木ですげえ回復してんだよな。そこが問題だな。これがジガルデの真の姿なんだけど、なんかすごいかっこ悪い変身の仕方だなこれ。進化前ポケモンの前で、まあ定石通りトグロ巻いてくか。動けない。あとは宿り木の、吸収力じゃ追いつけないような火力で殴り続ければいいと思うんだけどね。どうなんだろうね。あと何回打てるかなっていうところだな。これでジガルデ最大火力になるが、バチンキーが思いのほか硬いのが厄介。まさかこの究極フォルムがこんなお猿さんにピンチになるとは思わなかったな。ハピナスじゃちょっと勝ち目薄いんだよね。さあ、では、そうそう、仕留めに行くか。サウザンアロー、どれだけ入る？ああ、まあまあまあ、そこそこ入ってくれてる。これをあと何回打てるか。の勝負。で、グラスラジアも身狩り破壊されないから。いやー、宿り木食らっちゃったのがかなり厄介。もうジガルデの HP が多すぎるんだよ。宿り木の回復量がえげつない。こんな回復されるか。やばいな。マジでこれ、TOD を本当に狙いに行った方がいいんだろうな。このままじゃジガルデ死ぬよな。そうするか？初めての TOD を狙うか。あんまり気は進まないけど、でも確実に勝つためには仕方ないよな。そうするか。お互い耐久ポケモンを使ってるサガってやつだ。あと試合時間5分だから、これうまいこと TOD できんのかな。最悪こっちの持ち時間がなくなって負けるはあるぞ。
これはやばいな。守るでからほぼ全開されてしまうんだよな。今思えばハピナスに交代してしまえばよかったのか、守るのターンで。それが一番いいかもしんない。もう絶対守るだからハピナスに交代ありだな。湧いて守る。地軽でやられなければ TOD できるから。申し訳ないけど試合時間あと2分なんでうん、ちょっと TOD 仕掛けに行くか。ハピナスじゃ突破できないんだよな。いやーにしてもさ、公式大会スパイクチャレンジではめちゃめちゃ TOD 負けしたんだよね。いやー、あんなに TOD されたのは初めてだったな。耐久ポケモンへの対策は甘かった僕が悪いんだけど。で、今まさに、耐久ポケモンを使ってる僕がそれをやり返してるっていう状況なんだけど。うん、まあまあまあ、これも一つの勝ちだからな。仕方ないよね。あまりにも長く長時間化しないように公式が設けてくれたものだから、すごい言い訳してるけど。まさかな、まさかまさかだね、本当に。人生初の、その、自分から仕掛けに行った TOD 勝負って、まさかね、それをこのバチンキーという進化前ポケモンにやらされるとは思わなかったな。まあこれはもう判定勝ちですね。こちらの方が、残ってるポケモンが多いので。はい、対戦ありがとうございました。人生初の、自分から取りに行った TOD 勝ちです。パチンキーに、詰まされかけたので仕掛けに行ってしまいましたが、いやー本当にまさかジガルデってさ、積んでしまえば割と敵なしだと思ってたんだけどそうではないということがこのお猿さんによって分かりましたね。